49-8383 まで。先週に引き続き百獣の王武井壮さん VS 関西ジャニーズジュニアの番組オリジナル十種競技対決をお届けします。豆移し対決、パッティング対決の2種目を終え、なんと関西ジュニアチームが2連勝中。気になる第3種目は割り箸キャッチ対決。果たして武井さんは初勝利を挙げ巻き返せるのでしょうか。これ僕が今ね、箱ティッシュを持ってるんですけど、これを僕が今から左右にほほほっと投げますんで、1分間の間に割り箸でキャッチして自分のカゴに入れた枚数が多い方の勝利となっております。なるほど、はい、はい、武井さんこれ自信あります？俺マジで、はい、今まで2個はたまたま負けましたけど、はい、俺割り箸に関してめちゃめちゃ、箸に関してめちゃめちゃ自信あるんですよ。本当に俺は箸の扱い方がうますぎて、指にしか見えないぐらい言われて本当にうますぎて、まあ、もうこうやって手使ってんじゃないって言われて、一回箸で飯食ってたらネイリストが間違えてここにネイルしたって言われて言ったことあるんですか。ジェルネイルなんですか。コタちゃんこれ自信あります？そうですね、今2連勝してるんで10連勝とかね、はい、おそうです ね、 そうね、流れを絶やさないようにやっていきたいと思いますけど、はい、待って、それでは割り箸キャッチ対決スタートでーす。よっしゃー、すごい、はっはっ、あっ、あっ、床に落ちてる枚数だけあったらコタロウが取ってるかもしれない。そう、ね、確かに。え？どうなの？確かに。どうやろう。武井さんのプレー見てたけどネイル塗っちゃうもんね、あれ。塗っちゃうもん、ね。そうやろ。しかもあの夢中になりすぎてカメラに背向けてるっていう。途中から塗りたかったな。ずっとこ。ずっとこ。あっちカメラ一台ないんだっけ？ないないないですよ。ないですよ。まあそうか。まだ芸能界9年目だから慣れてないか。じゃあ計測の方していきたいと思います。はい、はい、まず1枚イエーチェ、2イエー、はい、3お願い、4イエー、2コタロウの勝利。あれでしょ、ガッツポーズまでしてたのに。あれ圧勝やん。なんか結構ね、二枚撮りとかもね、そう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 、二枚撮りしてた。あれなんでコタちゃん、じゃあなんか、え、今さ、なんかよく見てたけど、俺、はい、彼さ、こう二枚組のやつをさ、ほぐして投げてた。そんなことしないですか。ほぐして、14のところが28になってんじゃん。結構ね、全部取ってた
たもんね。マジで全部取ってたもん。ほとんど取ってました。2枚ぐらいだけ落としてたから。え、マジで白熱しそう。なんなんその技術。どこで習得したの、ほんまに。どうやって取ってたん。え、僕はずっとこうやってひたすらしゃがんでた。あ、なるほど。逆に低い姿勢からやってましたね。その分な、こうやってすぐ入れるもんな。そっか、そのとこにいたんや。なるほど、賢い。あ、そっか。なんかもう乾杯してる。ドラコンでいいですよね。ドラコンでいいよ。反応なかった。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。エピソード薄なの。買ってから一度も洗ってない。マットレスは洗われへんやろ。でも除菌が当たり前の時代なのに。ほんまや、マットレスだけ進化してないと思う。そのお悩み、フランスベッドが解決します。徹底除菌、キュリエス AG 誕生。銀イオンで徹底除菌、独自スプリングで徹底通気。こんなの待ってた。銀イオンで綺麗が続く、キュリエス AG。 フランスベッド。マダガスカルのネニーちゃんは水を汲むために険しい道を何往復もする。それでも手に入るのは、飲めば命を落とすかもしれない汚れた水。命の水だけど命がけの水。そんな人々の暮らしを変えるために、世界中に清潔な水を届けるウォーターエイドジャパンにご協力ください。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。百獣の王武井壮さん VS 関西ジャニーズジュニアオリジナル十種競技対決。続いて第4種目はロングケシカス対決。ルール説明を簡単に、はい、確かに聞いたことない。あれで、あの消しゴムを消すときに消しカスって出るじゃないですか、はい、うん、それを切らすことなく、うん、一本の消しカスをどれだけ長いのを作れるかという。なるほど、そんなできんねや。勝った、勝った、勝ちました。勝った、勝った、勝った。何ですか。いや、俺がもうあの高校時代、はい、マジで俺の消しカスがマジで長くて有名で、はい、全然切れなくてもマジこんな長くなって、はい、で黒いのを消すやん、はい、でグレーになって出てくるやん、はい、学食のおばちゃんがそばやと思って湯がいたって、はい。めちゃくちゃ元気さ持ってるじゃないですか。マジ勝った。何個で作ってるんですか。すごいよ。マジで湯がいてるんだよ。すごいね。僕らも最初うわすげえって言ってだんだん説得力なくなってる。マジでマジで。そんなことマジで。すごいな。これまさかとくん自信あります？これ。いや、そうですね。まあ自信、まあやったことないことですけど、はい、まあまあ僕も間違えてそばやと思われるぐらいの消しカスを出したいと思います。頑張ってください。はい、まあ、はい、頑張ります。頑張ります。頑張ってくれて。余裕やな。余裕やな。それでは行きましょう。じゃあロング消しカス対決スタート。頑張りますけど。いや、すごい。なんやろ、めっちゃ地味やな。地味やけどすごいあれやな。これ途切れたら終わりは、まあ、そうです、途切れたら終わり。途切れたら終わりなのね、はい、朝からすげえ地味やなこれ。あー続いてるよまだ。おいいよ。おすごい続いてる。どんぐらいなの。なんか終わる。いいよいいよ。これはもう一発なの。一発。そうです、一発です。一発、一発で切れたらもう終了らしいね。なるほど、なるほどね。あまさかのくんが、やばいやばい、これやばい、消えました。そばにされたら終わりや。やばい、武井さんまだ続いてます。すごめっちゃ。いやでも時間じゃない。武井さんも切れました。あれ、はい、終了。いやいやいや、待って、ちょっと待って、ちょっと待って。泥仕合となってしまいましたが、ここで計測タイム。先に切れたマスカドくんの方から、はい。ちょっと縮んでるけどね。伸ばして。なんかあの、はい、なんか正直長かったけど、まあそうやな、いかがだったからやな。お米サイズだよ、マジで。そこじゃなくてお米やったよ。すごい顔してる。 1.8cm です。いや 1.8cm、 1.8cm、 普通に食べてもたまにできる、はい、そうやな。 1.8cm とお米、ちょっとガヤうるさいな、これは。まあ頑張った。サイズやもんね。そばサイズ作ってるわけやから、一応な記録は出しからな。そう、数字出さないとあかんから。切れた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 。やつも計測して 2.3cm。 なんか、いやー、ちょちょちょ、なんか絵も地味やし、記録も地味やねんな。
ないからな。ということで武井さんの勝利。何不満そうな顔してんの？なんか、なんか、そう、今僕たちはそばを期待したんですよ。結構期待値が高くて、そう、あのお米じゃないですか、もうそば。じゃあね、あれやね、あの俺使ってたやつ、はい、トンボのやつやね、消しゴム。これモノやろ？これちゃうわ。全部一個一個に文句言ってブランドちゃうかったわ。ブランドが。え、でも勝ちは勝ちですからね。勝ちは勝ちよ、うん、はい、あ、 1.6 やなって思ってから、はい、あ、 1.8 です。あんまり 1.8 じゃない。 1.8 でかいです。そこはな、まあ8、6から8ぐらいやなって思って、あ、もう超えたなって言って終わらしてるから。あ、なるほど。そういうことか。やろうと思った。だって俺やろうと思ったらマジで8メートルぐらいまで行くから。いや、この番組そんな尺あんの？なかった。危ないよ。やるで、今からやるで。42分かかるけどいいの？すいません、なんか聞くで。すいません、僕たちが間違ってました。そうやろ、すいません。そうやろ、そういうことよ。タレントってそういうことやから、尺守んのタレントやから。さすがです。はい、まあ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 、ありがとうございます。ありがとうございます。経理的な面もね。じゃあ関西ジュニアチーム4連勝ならずです。まあ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 、よっしゃ。勝者は武井さんでした。続いての競技に参りましょう。マイジェニオリジナル10種競技、続いて5種目は高速ティッシュ対決。今回あの新品の箱ティッシュが1人1つあります、はい、どちらが早く全て出し切るかというゲームになっております。なるほど、はい、まあ、簡単ですね。そうですね、シンプル、はい、シンプルやからこそちょっと難しいところもあるので、そうですね、ちょっと勝ちたいと思います、はい。武井さん、自信のほどは？いや、もうそれはさ、はい、今いくつでしたっけ、年？僕23です。23でしょ、はい、俺47でしょ、はい、言うたら24つの年の差があるわけでしょ、はい、倍やん、もう。あ、そうですね、倍、はい、シンプルに考えてティッシュを抜いてきた数が違うよね、はい、そうですね、今まで何箱開けてきてると思ってるの？確かに、はい、本当に。あと本当俺子供の頃、はい、マジで、はい、部屋に置いてくれるやん、親がティッシュ箱、 その消費の量が半端なさすぎて、あんたのティッシュ箱に2枚しか入ってんのかって言われたことあるから。なんかエピソード薄なの。たまにはこういうのもあるだろ。そうです、そうですね、楽しみや。人それぞれなんで、全部が全部鬼エピソードなんかねえだろ。なんかあれ、そっちだけなんかダブルのティッシュとかそういうことない？いや、全然多分違いますよ。多分同じです。同じです。なんか俺のが張りがない。量少なくしてるとかないですよね。買います、買います、いいですよ、トレードしてもいいですよ。これでもう OK ですよね、もう。まあな、もう勝ち負け、はい、まあな、そうですね、これでもう真剣勝負ですよ。真剣勝負です、はい、そんな変わらんもんって感じ。じゃあそろそろ参りましょう。 OK、 はい、行きます。これ両手でいいんですよね？あ、両手でいいです。OK、なるほど、はい、1枚ずつですか？はい、俺これ本気出したら1回って全部いけるんですよ。僕できないです、逆にそれは。一枚ずつお願いします。あ、1枚ずつ、すいません、僕1枚ずつの方、はい、そうですね、そうか、そうか、はい、できれば。準備できましたか？はい、しゃ、はい、それでは高速ティッシュ対決スタート。なんやこれ。どっちも早いぞ、どっちも早い、すごいこれ。勝者は大橋くんでした。いや、大橋くんめっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ早いし、一回落としてたもんな。一回、二回落としてん、二回落としてん、そう、二回落としてん。あれ、あれ、あ、でももうなくなってはいます。ね、はい、俺なくなった後2枚ぐらい引いてあった。ちょっと待って、僅差やった。僅差途中ダマになったやつボソって出さなかった。ちゃんと1枚こうやって取りました。バラバラですから、はい、ちゃんとバラバラです。ダマになってバラになってますから、しっかりバラです。ほんまか、しっかりバラです、これは、しっかりバラです。すごいな。いや、でも言い訳できないですよ、もうだって変えてるんですもん。はい、そうっすね、確かに。俺がそうやって言うと思って裏を考えたんですよ。
らい赤の色が好きだっていうの知ってて赤向こうに渡したあれ欲しいって言わそういうあれか心理戦これもしかしてなんか変えた時思って思ってやっためちゃなんか言い訳あれ冬は関節痛神経痛の季節冷えからくる血流の悪化で痛み出すのがリウマチ肩腰そこで血流を促進し痛みに芯から効くのが医薬部外品の入浴剤越中富山の常備浴常備浴は10種類の生薬とハーブに加え抗炎症作用のある有効成分をプラス温浴効果を高め血流を促進し痛みに芯から効くぜひ実感いただきたいからサンプルではなく本商品3960円が初回限定なんと半額の1980円お申し込みは 0120-026-123 お風呂123富山でお電話お待ちしておりますオリジナル十種競技対決も半分を終え4勝1敗と関西ジュニアチームがリード続いて6種目は紙飛行機対決ここに紙が1人1枚あるんですけど、はい、それで紙飛行機を作ってもらいます、はいはい、そして紙飛行機を作ったらこのステージ上の、ね、ここにバミリがあるんですけど、はい、ここに立って飛ばしてもらってどちらが遠くに飛んだかを競ってもらいます、うん、なるほど、はい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 、シンプルですねこれもはいシンプルですこれはこれは折り方は何でもいいの、はい、折り方は何でもいいですあ自分流に、はい、独自のどれ何でもいいの何でもいいですマジではいもう勝ったなえっ何ですか合格ですかごめんななんかえどうしたんですか紙飛行機俺らほら子供の頃、はい、まだ昭和やったから、はい、もう竹馬とか、はい、紙飛行機とか、はい、そういう遊びばっかりしてて、はい、俺の作った紙飛行機だけ恐ろしく飛んでいくねんか、はい、恐ろしく、はい、もうなんかその時のあだ名俺さやねやったからなどういう紙飛行機やな紙飛行機はあれね365日飛び続けたんですよ。その頃の VTR を見た俺の最近の友達がさやねって言ったよかったよかったプーさん自信あります、まあ、これはでも今4勝1敗じゃないですかそうです、ね、だからもうねここで5勝にしてね確実に勝ちを取る、はい、あそうね5勝でまだ勝ちちゃうから勝ちますえ勝ちじゃないですか5勝でまだ 5-5 のドローあるからあ、まあ、なめんなよいやもうドローを目指してますよじゃあはい、それでは紙飛行機対決スタートですおどうぞあめっちゃ見てる探り合いが始まってる探り合いねどういうやり方するのかっていう隠してなるほどねいやでもだって風雅もだって365日飛ばす紙飛行機は作ってないと思うそうですよねそう竹村さんがねそう俺のやばいマジで俺がマジでやばいだって雨にも負けたりとかねああ確かに雨にも負けず雨にも負けず風にも負けず風にも負けずそういうことですよねそういうことでもな、あそこから全然進んでないんだちょっと前のあそういうことだからそれこそあそういうこと思い出してるとこ幼い頃を思い出し悪戦苦闘しながらも慎重に丁寧に紙飛行機作りを続けることおよそ5分できたおお武井さんできました風が練ってるねあ、でもここすごいすごいあ、めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗に左右対称やちょっとスタイリッシュな前見たことない形やな下に垂直尾翼ついてねこれすごいまっすぐ行けよねこれあ、そうなんだ本格的これが365できましたガスタガスタできましたはい、風さんどんなんですか見せてカメラにおこれもまたスマートな尖ってるのさっき紙飛行機ですけどいやなんかね、うん、これはね普通に寄った方がいいなと思ったんで折り方は普通にしましたあ折り方なるほど2人
人の紙飛行機を比べるとシンプルな折り方をした風雅くんと、前方にウェイトのあるスタイルにした武井さん、果たしてどちらが飛ぶのでしょうか。じゃあまずは風雅くんの挑戦です。お願いします。いけいけ、頑張れ風雅。いけんのか、しゃあどうぞ。楽しなってきた。楽しいな。飛ばすことないからな、ここが。うん、さあ、来いや。来いや。おお、あの、ゲット飛んだじゃん。飛んだ、飛んだ。いい感じやん。はい、ありがとうございます。じゃあ次、武井壮さん。いいの、飛ばさへんで。あれ飛ばさへんで。もう飛ばしちゃった。あれ落としちゃったから。あ、落としちゃったから、もう一回やったほうがいいんちゃう。あ、武井壮さんは落とすっていうあれ感じなんですか。もう飛んだうちに入ってないってことだ。あれが。いやだってさ、はい、痛みから飛行機乗ってあそこで降りたら墜落やろ。そういうことか。あれや、スケールが違うんすね。もうなるほど、すげえ飛行機やから。だって一昨年飛ばした紙飛行機この間まだ飛んでたから。エピソードがすごいよ。どうなんだよ、年なっちゃう。あれすごい。よっしゃ、見とけや、はい、楽しみ、はい、俺の紙飛行機。それでは武井壮さんの挑戦です。お願いします。しゃあ飛び続けるから。ほい、おお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 。なんかあんま変わんないですよね。あんま変わらない。見えてきますって分からんぐらいのレベルの風雅が墜落やったらあれも墜落。いやいやいや、 TV ショーってそういうこと。そういうことか。なるほど、僅差。そんなん見たい、オリンピックで用意ドン言うて、まだスタートみんな切れてないうちに誰かゴールするの見たい。見たくないです。おもろい、面白くないです。1秒でゴールするやつあられたらもう見る、そんな 100m。 いやー見ないですね。はい、9秒95と94の争い見たいやろ。あ、そっち、はい、そうっすね。やるやん、ね、かっこいい、かっこいい。飛ばそうと思ったらどこまでもいけんねやから、 あそこに落とす。遅い、ほんまに。さすが。やっと2勝目を挙げ本音が飛び出してしまったところで、今週はここまで。現在2勝4敗と完全に追い込まれてしまった百獣の王武井さん、残りの4種目すべて勝利し、奇跡の逆転劇はあるのでしょうか。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。実は60代以上の3人に1人が膝、腰、肩の痛みを抱えています。その数全国でなんと3000万人。そう、あなただけではありません。そんな痛みに富山常備薬グループから貼るという選択肢、1枚貼って24時間効く、それが第2類医薬品の湿布薬ジェルテープジクロ。関節痛の主な原因は加齢とともに軟骨がすり減り関節に炎症が起きるから、ジェルテープジクロは医薬品有効成分ジクロフェナクナトリウムを 1000mg 配合、原因物質をしっかりブロックすることで痛みに直に効く。さらに使いやすさに込めた富山の技術、実は日本で唯一の形状ジェルとテープの一体型。ジェルタイプだから肌に優しく、テープ一体型だから剥がれにくい。曲げ伸ばしの多い関節でも効果はなんと24時間持続。貼り薬なので飲み忘れや飲み合わせの心配もございません。痛い膝、重い肩、長引く腰の痛み、辛い関節痛に1日1回貼るだけで痛みに直に効く、ジェルテープジクロ。正真正銘富山が生んだ本気の湿布薬ジェルテープジクロ、1セット28枚、およそ1ヶ月分を通常税込み6160円のところ、初回限定価格半額以下の2090円、2090円でお届けいたします。お申し込みは 0120-296-700
0120-296-700 ジクロ700。お電話限定のお得なコースもご用意しております。お電話は今すぐ。